しんちゃんもやっとったな、部活は。しんちゃん陸上部でしたよ。どこ行くの？飛ぶの？陸上部でしたよ。しんちゃん陸上部だったっけ？短距離ですよ。中学校？中学校。何年までやったの？え？中学校3年まで。陸上部だよ。怒られてたんすよ。なんで怒られたの？後ろ向き走ったの。何何？僕は部活がちょっと土曜日めんどくさくて。いかんかったの？全然めんどくさくて、親が見とるな、これ。まあ、いっか。どっか行っとったの？いや、親にこう、部活、じゃあ行ってくるわーって言って、うん、こう、開けて、中入るの開けて閉めた音をさせるんですよね。で、自分は中にいます。うん、玄関の中に。で、バレるね。そう、いや、さあ、さあ、こたつの下に隠れて、うん、で、母さんとお父さんはまあ仕事に行くんで。したら逃げると。うん、出たら、土曜日。土曜日の作戦なんだ。で、それバレて。それがバレたの、うん、先生に。どっちが先だったか、先生か母さんかにバレた、どっちかに。怒られた。うん、怒られた。そんなに怒られた、うん、まあ、やる気あるんか。ないよね。ないっすね。あったら行くよね。ね、ないっすね。で、母さんが、あんた、行きなさいよ。ね、怖いな、お母さん。お母ちゃん怖いね。あ、怖いな。見てるわ、これ。うん、いいね。100%見てるわ。いいじゃん、別に、お母さんだけど。お母ちゃんはね、まあいいですけど。それ、何？陸上はどういう短距離で何？ 20 メートル走とかあったの？え？中学生ですよ。何？中学生ですよ。何メートル走ったの？ 100 メートルですよ。100と。走れた？ 100 と200と、うん、で、お前のコーチからは、うん、まあ先生からはお前の走り方は長距離向きだって言われて、おお、で、まあ、長距離、それ何年の時言われたの？中2か遅いよね。1かぐらいの時に言われて、で、じゃあお前長距離走ってみろって言われて、長距離をいきなりこう大会で走ったんですよね。早かったんだ。これ絶対早いんだわ。これ絶対早いわ。ね、で長距離走ってみたら、お、一発目一周目はこう1位2位ぐらいなんですよ。で、そのまま。それ何メートル走ったの？ 1500 メートル。まあ、中距離だな。中距離ですね。中距離だな。で、走って、だん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 、ドベのドベドベぐらいな、もう、一番最後の。抜いたの？うん。に、いや、一番ビリでしたね、結局。あ、遅かったの？一番遅かった。先生、何だったの？そうそう。先生、何なんすかって言ったら。言ったの？うん、あ、ごめん、間違いだったわ。間違いだった。ダメが降ってきた。ちょっとダメだ。ダメが。で、しんちゃん、それで、来ていいね。これ、話しよう。座って話しようよ。いいね。なんか、こういう、こういうのもいいね。しんちゃんと。いいですね。しんちゃん、それで、うん、俺、これ、多分、しんちゃん100回以上行ってるよ。うん、しんちゃん、しんちゃんって。めっちゃ行ってくれてる。どんだけしんちゃん、ほんとに。で、まあ、1回言えば100円入るけど、俺に。な、しんちゃん。吹き出しかけた。吹き出しかけた今。逃げた。え、なんでそれ持ってきたの？なんか濡れたらまたひっついちゃって餌が出ないかな。気持ち悪いの持ってきたな、また。気持ち悪くないですよ。気持ち悪いやつ持ってきたよ。しんちゃん、それで100メートルは。100メートルも。16秒以内で走れた。あ、16秒以内ですよ。13秒。13秒くらいですね。13秒0何歩。3年間で、うん、3年間で。遅いな。いや、そうなんですよ。でも、小学校の頃が、うん、まあ、14秒何歩だったのかな。早いよ。小学校の頃は早かったんですよ。小学校早いタイプ。うん。で、中学校は伸びない感じ。うん。まあまあ、ちょっとサボってたんで、それはしょうがないかな。思いますね。そうか。うん。幅跳びも？何やってたの？幅跳びダメでしたね。何やってたんだろう。いや、本当に100か200だけでしたね。200も中学でやったのですね。何秒？27秒ぐらいっぽいな。多分そこら辺28、うん、なんかそういう感じがするわ。ぐらいかな。普通よりちょっと遅いぐらい。遅いね、うん、みたいな。しんどいっすもん。200はでもいけるでしょ。
200は面白いでしょ。400はちょっときついけど、400が一番きついって言いますね。400はね、うん、地獄だよ。そうらしいですね。地獄だよ。だけど長距離の方がまだいいって。俺400、俺、うん、陸上中3の5月から始めとる。うん。中3の5月。それは3日したら大会だったんだよ。うん、入って。1日目でね、はい、腕振る練習でね、1日目。ね、うん。なんか腕の振り方がおかしいでしょ、大体みんな。その練習、それだけ。で、だから2日目が、今度、ちょっと走って、で、3日目に幅跳びの練習して。あ、幅跳び出てたんですよ。100と幅跳び。4日目に大会だった。ああ。篠田よ。境港市。ちっちゃいけど。やってます。すごい。だった。で、結果は？やっちゃいましたね。やっちゃいましたね、これ。何？どういうこと？実は俺もう優勝しちゃったよ、ね、優勝はしない。とりあえず王妃、王妃、あ、いい、はい、ワンペアじゃあいただきました。太っ腹このブチブチのこと、うん、ブチブチのこと、あ、産んでるやつ、うん、と、あった、持ってきますと、うん、じゃあ、なんか王妃をワンペアと、はい、何があるの、なんかとあとどうしましょうかね。リアル系にするのか、あ、まあ、ひれ長系。俺しんちゃんのこのこれがいいかなと思ったんだけど、しんちゃんの、しんちゃんの系の、まあ、手合わせがちゃんと固定が、いや、これは面白いと思うけど、しんちゃん系の、しんちゃん系で良ければいいですよ。しんちゃん系で、じゃあしんちゃん系でいいですか。しんちゃん系もらおうかな。あ、ぜひぜひ。それはでも、あと、あの、ヒレ長じゃない子にしましょうか。ヒレ長はまだあれだから、1匹しかいないから。ヒレ長増やしていってよ。うん。しんちゃんが。しんちゃんの。見ようか、しんちゃんの。な。そうっすね。しんちゃんヒレ長。しんちゃん系よろしければ、ちょっと選んで。太っ腹。あ。太っ腹。これね、嫁に怒られるんすよ、今。そんなんやると、もうさっきやめますって言われた。今言われた。なんかちょっとできてない、運動して腹筋して、それを出すとやめろって言われるの、うん、なんで、そうなんですよ、全然ないじゃん、うん、全然ないんですけど、どこなんですか、どこついてるの、ほら、これそんな全然肉じゃないですよ、プルンプルン、皮だよ、それ可愛い、プルンプルンして今お腹で飼ってる、うん、お腹で飼ってるの、全然ついてないじゃん、うん、でもこれこうやって、うん、全然ついてない。ダメだでしょ、中途半端。半端でやめて。これぐらいつかんと。これぐらい。ちょっと前かけない。すごいよ。1.5 倍ぐらい。なるかもしれない。あの、今何歳？今30。あと20年ぐらいし。わからん。多分なると思う。20年もだったら。だよね。ここ一気に出てましたもん、ここ最近。なるなる。いつ頃の発送になるんですか。いや、ちょっとわからんけどな。じゃあまだ取り置きはせんでも大丈夫ですか。そうだね。全部戻す、うん。じゃあさっきのしんちゃんブラックと。しんちゃんブラック。しんちゃんブラックって名前にしようか。しんちゃんブラック。しんちゃんブラック。しんちゃんブラック。名付けてしんちゃんブラック。しんちゃんブラックを。うん。ワンプや。俺名付けようか。しんちゃんブラックを。ちょっと変えようか。じゃあ名付けてもらっていいですか。うん、じゃあぜひぜひ横見から見てもらって、名付けようかな、しんちゃんブラック。今日命名しちゃうんだよ、うん、しんちゃんブラックしました。しんちゃんブラックを命名するんかな、うん、いや、これいいよいいよいいよ、いいよ、もういいもういいもういい、それでいい、恥ずかしいっす、恥ずかしい、うん、ちょっといろんなタイプがまだ出るかもしれないです、うん、いいいい、正直F3 ぐらい、4? F4 以上は行ってますね。行ってるんだ。うん。いいじゃん。で、まだ。じゃあもうこれは、名前はね、じゃあね、うん、これはね、
危ないことやってるな。ね、本当ね。すーちゃんがガードしてくれる。ラーメンもらってね。そうだな。ラーメンが少ないな。まあラーメンの多い子を送りますね。それは。できるだけ。ラーメン何しようかな。どうしようかな。ちょっとヒレが閉じちゃってるな。これは。ヒレが閉じちゃってる。どうしようかな。ブラック。しんちゃんブラックで行こう。ひねりなしで。まあいっか。そうだな。ね、黒いからな。これはもう真剣に考えんといけんな。真剣に考えてくださいね。これはね。黒ラメあり。もう10分、うん、今10分ぐらい考えてるな。うん、10分ぐらい。ラメもあって。考えてからの。海外校もあって。これはもう普通とは違うブラックだけんな。しんちゃんのしんちゃんが本当に時間かけて作ったブラックだけ、うん、これをかっこいい名前つけんとけんな、うん、そうそうそう、かっこいい名前でね、決まりました、うん、決まりました、はい、しんちゃんブラックで、あ、決まりましたね、はい、しんちゃんブラックでひねりなしですね、本当にマジで ひねりすぎてひねり切れてしまった、はい、しんちゃんブラックっていうことで、そうですね、ちょっと、うん、あのラメの多めの子でも、そうだね、グリーンかなって、しんちゃんブラック、うん、ラメ、もうやめとこうか、まあ、ちょっとかぶった、またもう映してんかぶすぐかぶってくる、うまい、ラメがあんまりないけど、ほんといいよ、もうこれでしんちゃんブラックだもん、とりあえずこれは確定なんだけど、ラメがないしんちゃんブラックだよ、だってこんな感じでしょ、こんなもんですね、うん、ありがとうしんちゃん、うん、本当に殺さんようにしといて、ここだけはすだれしてよ、ここすごい元気なんで、いや絶対怖いから、誰、うん、ここだけはもう今日は大丈夫だと思うけど、もう違う日はもうちゃんとやっといて、そうせんとしんちゃんブラックがもう、そうです、死んじゃうブラックになるよ。あ、面白いですね。面白くないよ。じゃあ行こうか。あ、ゼロさん。ゼロさんとこ行こうか。あ、もう時間。なっとるでしょ、もう。1時間ぐらいかかるね。だって。かからん、あそこまで。そんなかからんか。30分ぐらいか。リアルと、うん、鬼ラメはちょっとかけたんですけど、うん、まだ F1 っすね。鬼、いや、やめですね、やだ、優しい、でも本当は実際はすごい優しいもんな、めちゃくちゃ優しいんだな、白パンダかけたら黒くなったんですよね、すごい、白パンダかけて黒くなったっていう、なんか謎謎みたいなね、いや、そうですよ、なんでこれ白パンダで黒くなるんだろう、白パンダとリアルをかけたんですよね、うん、こうリアルもうかけまくってんだ、リアル最近かけまくってますね、いっぱいできた、リアルいっぱい遊んでます、どうなんだろう、面白いでしょ、 F1 だからすごいいいの出るんじゃない、うん、あー、いいじゃん、いいよ、うん、中途半端なの、いい感じ、中途半端中途半端っすね、中途半端っすね、だいたいこうなる、そうっすね、どっかのヒレは伸びてるんだけど、茶系というか、この琥珀の薄いような、いやー、これ最後に全部ひっくり返してやろうかなと思ったんだけど、全然ダメ？え？しなくていい。まだまだこれから、これまだ作りたてなんで、あ、作り中なんで、いや、これからまだまだ。あんまり水が透き通ってるから全部ひっくり返して。いや。そのグリーンウォーター入れて。まだ。ダメ？これからですよ。じゃあまあ、これだかもいい感じでいったんで、帰ろうかな。それでは、そろそろ。ドローンします、メザカ族ドゥエシタピヨヨ、あ、赤いね。